回、顔に自打球を受け下唇を3針縫ったオリックス糸井は初回、ライト最上段に飛び込む特大ツーランを放ち先制点を奪います。さらに4回、 T 岡田、自身6試合ぶりのタイムリーで2点を追加し勝負あり、オリックスが3試合ぶりの白星です。